今回の雑学はこちら。鉢植えの草花を小さく育てる方法とは、その方法とは、物理的に行うことによって小さく育つ。鉢植えの草花の頭を毎日撫でる。すると小さな可愛らしい花になると。植物は触ったりするような物理的な刺激を受けると、エチレンという物質を放出すると。エチレンは成長を抑制する働きがあるので、手で触れた植物は小さくて可愛らしい姿になると。風の影響で草花が小さくなる場合もあるそうで、同様にエチレンが放出されると。無理に草を伸ばすよりも実を縮めた方がいい場合もあると。エチレンは成長を抑制して植物を小さく太くする作用があると。いうことです。